じゃあね。おい。はい。突然だけど、私とタイマー張ってもらうよ。おお、リコお帰り。お父さんな、今日はパエリアを作って失敗し、べちょべちょになってる真っ最中。おっと。どなた？うっせんだよ。タイマンで勝負しろっつってんだよ。おお、ちょっとまあ落ち着きなさい彼女。なんなんだよ、でっかい顔のおっさんよ。おっと、おっと、おっとっと。なぜその初対面でいきなり顔の大きさに触れるの？ねえして、ねえして、ねえして。初対面でいきなり顔の大きさに触れないでして、ねえして、ねえして。初対面でいきなり顔の大きさに触れてるって、してして、してして、してして、して。初対面だったらさ、普通にさ、なんなんだよ、おっさんだけでよくない？デカ顔パンチパーマおっさん。おっと、随分詳細に、随分詳細人群になったね、詳細人群に。あのさ、あの情報量が増えたよ、今。情報量が増える、フェーリングしたの知ってる？デカパンさん。おっと、今度は略しすぎた。略しすぎ、略しすぎ。あのそれだとね、あれだよ、あのデカパンだとさ、あのほらあるじゃん、おそ松くんに出てくるさ、あのここにここにほらあのゴムが、ズボンのゴムがあるさ、あのハイウエスティング、ハイウエスティングな、あのハイウエスティングホテルな、ハイウエスティングホテルって知ってる？お嬢ちゃん、お父さん知らないよ。ハイウエスティング、お父さんちょっと落ち着いて。お父さん、お、そうなんです、お父さんなんです。あれでしょ、あなたあれでしょ、あのこんな顔のでっかいおっさんからなんでこんな小顔の可愛い女の子が生まれたんだ、不思議と思ってるでしょ、ねえ思ってるでしょ、ねえ正直言って、どうしたのよ、思ってるでしょ。あのね、お父さんね、顔だけじゃないから手も足も大きい、 足ね31センチあるの。だからね、なかなか靴のサイズがないの。だからね、靴を履かなくてもいい舞踏家になったんです。いっしょん、今の、今のは名付けて初対面ウッソン。お父さんちょっと黙ってて。うん、あんまりやらせたくないんだけどな、うん、始め。何なんだよこいつ。おりゃあ、開けんな。この子、女の子とは思えないほど月が早い、強い。おりゃあ